こんにちは、整体ニコニコサンダーです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はエクササイズについて質問をいただいておりますので、その質問にお答えしたいと思います。どういった質問かと言いますと、もも裏ストレッチをした時にお尻をこう左右にねじってもいいんでしょうかというご質問いただきました。で、なぜこういった質問をいただいたかと言いますとですね、その左右にねじりますと、もも裏ストレッチをしているときに、左右のお尻をねじりますと、さらにですね、気持ちよく、左右の足が交互にですね、伸ばされて気持ちがいいということで、まあそういうふうにしていいですかという質問をいただいたわけなんですけども、これはとても上級者向けといいますか、クロート向きの質問になりまして、とてもいい質問になります。とてもよくやっているからこそ出てくる質問になるんですが、今日はちょっとそれにお答えしたいと思います。で、まずですね、もも裏ストレッチってどういうものかっていうのはまずわからないと思いますね。そこからまずお話ししていきたいと思います。はい、もも裏ストレッチと言いますのは、このちょうど赤色の部分、ここをストレッチさせる、エクササイズ、ストレッチ方法になります。で、ここは厳密にですね、決まって、場所は決まってまして、もも裏というのはですね、お尻の下半分、お尻の下半分と、太ももの裏側の上半分の内側のこのエリアのみをもも裏と言います。ここを専門的に伸ばしていく方法をもも裏ストレッチというふうに呼んでいるんですけども、ここを伸ばすとですね、何がいいかと言いますと、まずですね、痛みが起きない、そういう体になっていきます。例えば腰痛とか膝の痛み、こういったものが、痛みは改善しましたと、痛みは改善したけどまた生活して出てきてしまう、そういった時にその再発しないようにするために大事な筋肉がここにありまして、ここが使えてないと姿勢が崩れてしまいまして、それで腰と膝に負担がかかってしまって痛みが再発するということになりますので、ここをストレッチさせるということはとても重要になります。あとは、ここがストレッチされることで、ヒップアップしたりですとか、歩くときに歩幅が増えたりですとか、歩いたり自分の体を支えるときに、とても重要な、働くべき筋肉なので、ここをストレッチさせることで、まずそこの筋肉が働くようにしていくというための、大事なストレッチになりますので、今日はそのストレッチの時の質問ですね。この時にお尻を左右に振っていいですかという質問についてお答えしたいんですが、これはですね、まず結論から言いますと、振っていただいて大丈夫です。大丈夫です。ですが、ポイントがありまして、この振り方をですね、間違えますと、かえってですね、ここが伸びなくなってしまうばかりか、そのストレッチの効果が出なくなってしまいますので、そうするともったいないですので、正しくですね、ここをストレッチさせながら、もも裏ストレッチをより、上級者向けにしたやり方になるんですけど、それをご紹介していきたいというふうに思います。ということで、まず最初の、もも裏ストレッチがわかんないとできないので、ここを伸ばすストレッチをやって、それから、そこをですね、この質問いただいた方が、質問いただいた方に、の質問ですね、にお答えしていきたいと思います。はい。ということでですね、こういう壁を準備していただいて、壁を背にしてですね、ここ一歩分開けます。一歩分開けまして、それでまず、ここを後ろに下げます。後ろに下げてお尻をペタッとつけたら、ダラーッとします。で、ダラーッとしますと、ちょっとこの辺が伸びてくると思います。伸びないときは、ちょっと膝を曲げすぎてますので、できるだけ膝が曲がらないようにして、お尻を後ろに引いて、この裏が伸びてくると思います。伸びた状態でこう、ダラーッとすると。そうするとよりですね、この体がこう垂れる分ですね、ここがよりストレッチされるという形になります。で、このももの裏が硬すぎる人は最初は下の方、この辺が伸びると思いますけども、さらに、柔らかくなってくると、だんだんこの先ほど言いましたももの裏ですね、ここが伸びるようになりますので、そういう風にして、まずとにかくここで、だらーっと脱力です。首、頭、腕、肩、膝、太もも。ここができるだけもうだらーっと脱力した状態にして、垂れるだけにしていきます。で、これがですね、もも裏ストレッチになるんですけども、ここから左右にお尻をこう振ってもいいですかってことなんですけども、振るときのポイントがありまして、振るときに膝でやらないってことですね。膝でやっちゃうとどうしても太ももの
ここに体重が乗っちゃうので、布団の前側に乗っちゃうんで、体重がここに乗って、ここが緊張しますと、こっちが伸びなくなってしまいますから、もう左右に振るときに、この股関節、ここを、振ると。振るというふうにしていきます。前から見ると、こうして、こういう感じです。じゃあどういうふうにすればこの股関節からこう左右に振れるかと言いますと、お尻のこの骨ですね。ここに座骨っていう骨がちょうど壁に当たると思いますので、この壁にこの座骨を感じながら、このお尻のこの骨を右左にやる。その時にこの高さが右左にお尻動かす時に高さが変わらないように。高さが低くなってくると、こっち側のストレッチがかかんなくて、こっちに太ももに体重が乗ってしまうので、あくまでこのお尻の当たってる部分ですね。当たってる部分。見えないですけど、ここ当たってる部分。ここが下に下がらない。下がらないようにして、高さをキープしたまま、高さを保ったまま、右にやったり左にやったりする。という風にすると、さらに左右の筋肉ですね。お尻の右側、左側、さらに伸びますので、そういう風に高さを保ったまま、お身長で当たっているところが、高さを保ったまま、振ってみてください。そうしますと、より股関節から、しっかり動くようになりますので、あくまで目的は股関節から、持ってきてみましょう。あくまでポイントは、股関節からこういう風に、左右に振ることなんですけども、そうすると結果的にお尻の当たっているラインですね、骨の当たっている部分が高さを保ったままできますので、その2つを基準にやっていただくと、より太ももの裏ですね、もも裏が伸びるようになりますので、そういう風にしてみてください。ということで今日はですね、もも裏ストレッチで左右にお尻を振っていいんですかというご質問にお答えしました。股関節とお尻のその座骨の位置ですね、そこを保ったままやるようにしてみてください。ただあまり振りすぎますと、その股関節から体重が抜けてしまいますので、そこはちょっとご注意してください。あくまでその股関節に乗ったままやるようにしてみてください。ちょっとわかんなかったらまた聞いていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。